岡崎市立梅園小学校は愛知県岡崎市の公立小学校。岡崎市稲熊町に位置する小学校。1871年に創立された市学校を前身とする。根石小学校とともに岡崎市立高山中学校の学区を構成する。1873年から1899年まで校舎として使用された随年寺の書院。 福利1916年、現在地に移転。岡崎芝園人城高等小学校と改称した。西門1869年に設立した、岡崎藩の藩校常分館を起源とする。1871年、天橋市方に教王書に、市学校が設立され、常分館の書籍などが引き継がれた。1872年、廃藩置県で、 ぬかた県小学校と改称して、ウオ町の大林寺内に移転し、同年に、岡崎小学校と改称した。さらに1873年に門前町の随年寺に移転し、公立学校となり、第二大学区内愛知県管下第八番中学、区内ぬかた郡第一番小学岡崎学校と改称した。さらに1892年に、 ぬかた群岡崎町立岡崎高等小学校、1906年に愛知県ぬかた群岡崎高等小学校に校名を変えている。1916年、大技バイエンアザ6本37番地に新校舎、落成移転。同年3月4日、愛知県ぬかた群バイエンジン城小学校が創立され、7月1日の市政志行に伴い、10月1日に、 岡崎市梅園神常高等小学校と改称した。1938年には学校統合で根イ小学校を統合した。1941年に梅園国民学校と改称し、1944年にアタ国民学校の廃校により同校の児童を受け入れた。1945年の岡崎空襲では被害を被らず、岡崎高等女学校が、 校舎の一部を使用した。1947年に学生改革により岡崎市立倍園小学校と改称した。1962年に鉄筋コンクリート校舎の第一期工事が完工し、1968年に体育館と校門が完成した。その後も児童数の増加により校舎の増築などを繰り返した。また、 2005年にスウェーデン皇太子ビクトリア王女が来行した。また岡崎に住して100周年という記念の年でもある。音楽部は県内の大会で優勝し NHK 全国コンクール出場したこともある。ありがとうございます。